ていいですけどね。さあ、それではこの後は家長いきますよ。さあ、それではジェットコースター気分味わいますよ。落ちないようにね。さあ、この後はどっちに曲がるかな。さあさあさあ、今度は急カーブ、はい、曲がって右にギリギリを通ってました。皆さんどうでしたでしょうか。バスを使ったジェットコースター気分、ぐっとさらにネットも地当たりはないでしょうか。さあ、それでは湖に到着して、今度は船からバスに変わります。チーターの友達、潜水艦だって潜っちゃうかもしれないよ。さあ、それでは本日の運転手さんは渡辺さんです。よろしくお願いします。実は今運転手さんは1人しかいません。あ、ありがとう。運転手さんがね、1人しかいません。今ハンドル操縦してきたでしょ。今度は舵を操縦します。一人二役でやってきます。そしてバスのね、ここの床の中にはバスのエンジンと後ろの方に船のエンジンがあって、皆さんに見てもらいたいのは下の方にこの青いラインが見えます。ここまでこの後水に浸かっていく線なんです。潜水艦にはなりませんから心配しないでね。そして子供さんの方にはこの救命胴が来てもらってます。これは緊急時に備えて来てもらってますが、大人の人でもこれを期待していますか。自分だけは助かりたい、自分だけは真っ先に逃げたい、笑ってる人はつけたいですね。足元の方にご用意させていただいております。皆さん何目で見てますね。後ろからリュックを背負うようにつけることができます。さあ、それでは皆さん心の準備はいいですか。この後カバさんからの祝福の練習を受けに行きます。窓側の方、濡れないように、嘘、濡れてくださいね。さあ、これを浴びた人こそ幸せになれます。あえて窓の方にちょっと出してください。さあ、それでは湖に向かっていきますよ。心の準備は良いかな。それでは行きますぞ。さあ、それでは神秘の湖山中湖に向かって、今日もカバさん元気よくな。自分で自ら湖に飛び込んでくださいね。さあ、それでは皆さん、少し風が吹いて気持ちがいいですか。気持ちいいよね。この前にびっくりしたからギャーギャー言ってるね。風も気持ちいいでしょ。じゃあカバさんもどんな気分かな。山中この世界は最高に有名じゃの。そういえばカバさん、さあ、カバさんです。総督隊長27歳の時に暗い黒い空飛ぶ馬に乗って向かっていくというふうに言われております。その馬が山梨県の方にある黒駒というところで取れた馬だというふうに言われております。さあ、それではカバさんが間もなく上陸、前方の方では手を振ってくれております。皆さんも前方の方に向けて手を振ってみてください。向こうで一生懸命振ってくれてますよ。どうも撮影もされてるみたいでしたら、皆さんお手直しをしてくださいね。さあ、それではカバさん間もなく上陸です。皆さんいかがでしたでしょうか。実はこの水陸両用バスが上陸するって意外と難しかったんです。なぜかというと、皆様方も車を運転されるからお分かりだと思いますが、この山鉄板実は幅が4メートルしかないんです。そこに湖の方から来ると何も見えないところに上がっていくので、その鉄板の中央部分に上がらないと脱輪してしまうのです。ご分かりだったんですね。もしよかったら皆さんも、そこは無料ですから、ここから湖に向かって自分の車でダイビング。